ギニア湾の地図。サントメ島、プリンシペ島両島は、アフリカ大陸から離れたギニア湾上に位置する。サントメプリンシペの歴史では、サントメプリンシペ民主共和国の歴史について述べる。15世紀まで無人島だったサントメ島、プリンシペ島の両島には、15世紀末から16世紀初頭にかけてポルトガル人が入植し、 白人入植者とアフリカ大陸から連行された黒人奴隷が根血した人々や、ある時期に両党に上陸した人々の末裔によって、砂糖、キビ、コーヒー、カカオなどの商品作物の栽培を軸に発達を遂げてきた。両党が独立したのは20世紀後半の1975年であり、それ以後独立国として存在している。1665年に描かれた、 サントメ島の地図。1727年に描かれたプリンシペ島の図。植民地時代にポルトガルがサントメ島に築いた要塞。1469年にアフリカの西端に位置する無人島であったサントメ島とプリンシペ島にポルトガル人が初めて到来した。3年以上、この2つの無人島を探索した後、ポルトガルの航海者たちは、この島々が、 アフリカ本土への寄港地として公的であると結論した。こうして両党はポルトガルの植民地となった。初めて入植に成功したのはポルトガルの下級貴族であったアルバロデ・カミニアとアントニオ・カルネーロの二人であり、1490年代末のことであった。カミニアは1493年にサントメ島に入植し、ポルトガル王室から島の所有権を認められた。 1510年には、プリンシペ島に、貴族のジョルジェ・メロヒキール、入植団が上陸した。初期の入植者は、ポルトガルからの流刑囚、職人、貧民からなり、彼らは、キリスト教に強制改収させられた、ユダヤ人を伴っていた。入植者は、ほどなく島の火山排出の土壌が、砂糖キビ栽培に公的であることに気づいた。しかし、両党に入植したヨーロッパ出身者は、 熱帯の気候に耐えられずに倒れていったため、フェルナンドポシマとアフリカ大陸から黒人奴隷が砂糖キビ栽培と牧畜のために導入された。ポルトガル出身の女性は両党には訪れなかったため、カーボベルデ諸島と同様に数世代後には白人と黒人の根血の支配層が築かれた。サントメ島には1504年に最初の教区が置かれ、 1534年には、四教区への昇格と共に姿勢に移行し、また両党は1522年に、カピタニアが廃止されて王領に戻り、ポルトガルの行政機構に編入された。両党は、アフリカとブラジルを結ぶ、奴隷貿易の中継拠点としても栄えた。今後王国の国王アフォンソ一世は、サントメ島の領主フェルナンドメロの合意をくと、サントメ島にて、 混合王国から連行された住民が奴隷として国司されていることを有料し、ポルトガル王マヌエル一世に対して同党を報道として引き渡すように要求した。しかし、ポルトガルはこの混合王の要求を無視したため、アフォンソ一世は1526年より、ジョアン三世に当てていく度か手紙を書き、混合王国を蝕む奴隷貿易を中止するように訴えた。 ポルトガル王がこの訴えを無視したため、今後王アフンソ一世は、ローマ教皇パウルス三世に手紙を送り、1535年に教皇パウルス三世から事態に前書する胸の返事を得たものの、実際にはカトリック教会による奴隷貿易への対策はなされなかった。1570年代にサントメ島は世界有数の砂糖の産地となり、1602年には4万。 アロバの砂糖が生産された。しかし、ポルトガル領ブラジルとの砂糖生産の競合、オランダとイギリスの海賊の攻撃、奴隷反乱等の複合的な進行によって、サントメ島は17世紀前半中に急速に衰退した。また、17世紀前半のポルトガル・オランダ戦争の最中に、オランダがサントメ島に上陸したものの、1648年にアンゴラから、 オランダ勢力を駆逐したサルバドル・コレーア・デッサがサントメ島を奪回した。18世紀にはサントメ島、プリンシペ島両島に対するポルトガル国王の統制はほとんど及ばず、またフランスが数度にわたって両島を攻撃した。1800年にブラジルからコーヒーが、1822年にカカオが導入された後、主にポルトガル人の不在地主と外国資本からなる。 農場主が絶大な権力を握り、奴隷を刺激するプランテーション経営がなされ、1860年代以後、両党の経済は急速に拡大。1842年に約18コントに過ぎなかった両党の輸出額は、1910年には8000コント以上に達した。1842年にポルトガルはイギリスと奴隷貿易を廃止する条約を結び、 1856年に奴隷の親から生まれた子の解放を規定する法律が、1869年2月25日に、ポルトガル帝国全域で奴隷制を即時廃止する法律が制定され、サントメプリンシペ両党では1876年に、公式に奴隷制度が廃止された。しかし、奴隷制度廃止と前後して1875年に、 植民地の原住民を労働させるための方向人制を定めた法律が制定され、1878年に施行されたこの法律によって、農業労働者は依然として方向人制と呼ばれる実質的な奴隷制の下に置かれ、さらに1885年から1903年にかけて5万1689人の方向人がポルトガル領アンゴラから領党に導入された。 この方向認生は、イギリスのチョコレート業者、ウィリアム・キャンドベリーの報告書によって、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ帝国などで、大いに問題にされ、反ポルトガルキャンペーンがなされた。1910年10月5日、革命によってポルトガル第一共和制が成立すると、共和国政府は1911年に植民地省を創設し、新たな植民地行政では、 植民地住民を文化的にポルトガル化した同化民とそれ以外の原住民に分け、前者にはポルトガル市民と同等の権利を認め、後者には重労働を強制したが、サントメプリンシペもアンゴラやモザンビーク、ギニア、ティモールなどと同様にこの制度が適用され、大多数の人々に重労働が課せられた。第二次世界大戦後、世界が脱植民地下時代に入ると、 国際社会からの植民地支配への非難を恐れたアントニオ・サラザール政権は1951年にポルトガルの植民地を海外州と呼びかえ、他ポルトガルの植民地同様にサントメプリンシペは海外州となった。しかしながら奴隷制度廃止以降も続いた強制労働制度については慢性的な不満があり、これは1953年のバテーパの虐殺と、 呼ばれる暴動で頂点に達した。この事件では、アフリカ人農業労働者が多数、ポルトガル人の支配層により殺害された。この後独立運動が始まり、1960年9月には、ガーボンの首都リーブルビルにて、サントメプリンシペ解放委員会が結成され、1963年8月に、CLSTP は、プランテーション労働者のストライキを指導した。 サントメプリンシペ独立運動がカボンとリベリアを拠点として活動した。1968年にはポルトガル反体制派のマリオ・ソアレスがサラザールによってサントメ島に流刑にされている。1974年4月25日にカーネーション革命によってサラザールが樹立したエスタドノボ独裁体制が倒れるとその後成立した新政権は 海外植民地の放棄を決め、1975年7月12日に MLSTP の指導者マヌエル・ピント・ダ・コスタが初代大統領となり、サントメ・プリンシペ民主共和国は独立を達成した。サントメ・プリンシペ大統領宮殿。独立後は MLSTP による一等制が敷かれ、カルロス・ド・グラーサによるクーデター未遂事件などがありながらも、 1978年末にサントメプリンシペに派遣された1000人のアンゴラ軍によってだ、コスタ体制は防衛された。しかし、東西冷戦終結に伴い1990年8月の国民投票で複数政党制への移行を決定し、1991年に初めての総選挙が行われ、ミゲルとロボアダが大統領に就任した。 1996年の総選挙では MLSTP は野党に転落した。その後は選挙の結果による多数党の交代が平和裏に行われた。2001年には独立民主行動からフラディケデメネゼスが大統領に就任した。2003年7月に政治腐敗と石油からの収入の配分の不正などを不満とする軍事クーデターが行われたが、 競技の後メネゼス大統領は職務に復帰した。2011年7月の総選挙では、初代大統領のマヌエル・ピントダ・コスタが勝利し、再び大統領に就任した。ありがとうございます。